アローハーエビバリシェゲナベイベー、今県ハワイ、今日のハワイワイキ波情報のコーナーです。はい、今なんですけど、5時45分、ワイキキビーチ、夕暮れサンセット時のタイムです。こんだけね、今ワイキビーチにたくさんの人がいます。はい、ビキビキハンターの、課題は今日はもうクリアしたでしょうか。なんか今アップしなかったからダメかな。はい、で今日のサンセットこんな感じです。なんで、ビキムキハンター、今日はサンセットハンターになってください。はい、で波のサイズなんですけども、今日なんですけど、すごいんですよ。はい、サウスショア、ワイキキ、ダイヤモンドヘッド、アラモアナボールズ、サウスショア全て223、腰から胸です。じゃあ腿から腰です。はい、じゃあね、はい、カヌーズにカメラを固定したまま今日バンバン行きます。ハワイ在住のサーファー、明日の波情報です。明日ね、月曜日はサイズダウン122、膝からももになっちゃいます。はい、でね、明日の態度はハイタイが午前11時18分あ16分で下がって夕方6時32分ロータイなんで、午後にかけてはずっとロータイです。ロータイに向かってきます。なんでお昼過ぎから、まあ、夕方いいでしょうね。サンセットサーフィンも明日いいと思いますよ。はい、でハワイのサーファー、日本にいるハワイの波が大好きなサーファー、こうしてねハワイの波情報を毎日やってますので、チャンネル登録よろしくです。応援してください。で昨日の映像なんですけど、動画なんですけど、今県バッチリ、波乗りしてるんで、そういうのもやりますから、ぜひね、チャンネル登録よろしくです。はい、じゃあちょっとカメラいじりましょうか。向き変えましょうか。はい、ですね、昨日のコメントなんですけど、バンバンいきますよ。はい、昨日はね、ちょっと変わった撮影方法、波乗りとね、それから、街中の映像を一緒にやってみたんですけど、なかなか好評だったんで、これからね、また考えていきたいと思います。はい、じゃあビーチに向けて、そうだな。はい、じゃあ涼子さん今日はつもりで、デューク像に向けながらこんな感じかな。はい、じゃあこんな感じでいきましょうか。はい、坂井美さん、みんなに日本人観光客を見せるための賑わってるレストランや、街中を見せてくれようと、長めの波乗り情報ありがとうございます。ペコリ、こちらこそペコリです。ペコリ、はい、あ、ペコリね。はい、それから、ミランダさん、デュークスからビーチへ一気にパラダイス感半端ないですねって、楽しそうって、はい、ありがとうございます。サーフィンからの街並み、からまたまた海からの目線の切り替えが新しくてよかったですって、ローミカさんありがとうございます。それからカオルンさん、アツシ佐藤さん、小暮厚弘さん、77鈴木さん、ありがとうございます。で町口美子さん、海に町にサンセット、いつもと違う感じでいいですね。平野亜紀さん、今健さんの好きなように撮って流していただければいいです。こういうコメントありがとうございます。ゆうこしださん、海と街中交互撮影お疲れ様、今日の撮影面白かったかもって、面白かったかもじゃなくて面白かったでしょっていうはい、それからですね、忍佐藤さん、ちょっと変わった撮影楽しかったよ、今健さんがやりたいことを好きなようにやることでいいだろうしっていうことでありがとうございます。それから涼子さん、今健さんはサーフィンしている時の声が良いですよねって、そうなんですよ、昨日のサーフィン楽しかったな、久々で。ユッキの母さん、これからも夕日見せてくださいって、頑張りますね。はい、じゃあ夕日行こうか、夕日。はい、夕日見ながらの波乗りがいいかな。はいはい、それから、津田ゆきえさん、今健さんはやっぱりサーフィンですよ、こういうコメントが欲しかった、イエーイ、元気な今健さんの声、高笑い、久々のサーフィン楽しめてよかったっていう三岡陽子さん、さすがチバーズ、ありがとうございます。で樋口真理子さん、元気今健さんが一番ですねって、はい、あなたのコメントも一番ですよ。はい、小松原京子さん、今健さんはサーフィンロケが一番生き生きして最高ですよ、こういうのね、ありがとうございます。はい、それから関口さん、こっから前に出る波が熱いとかって、専門用語じゃないんですけど、まあね、関口さんこっち来て一緒に波乗りやるときにみっちりサーフィン談義しますよ。はい、それから梶加代子さん、今健もつぶやきですね、本当はブツブツね、こうなった世の中にね、今健も言いたいんですよ、けどね、この時代になってからいろいろ考え方変わったんですけど、ブツブツ言っちゃうとネガティブな言霊が自分にまた返ってきちゃうから、そういう言葉じゃなくてできるだけポジティブな言葉を発するように努力してます。なんで皆さんもそんな感じで生きれば前向きに生きれると思いますよ。
なんか俺が逆に言われたい皆さんに応援よろしく。はい、それからいつもコメントありがとうございます、キロノさん。で、今日も最後はひとしさん。負けないでもう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追いかけて遥かな夢を。はい、なんでひとしさん知ってんですか。僕は坂泉さんとすごい近くで写真撮影一緒に